今日朝、昨日ぐらいまで28と29を行ったり来たりの体重だったんですけど、はい、今朝は 30g あって。え、朝から30ありました？朝30ありましたけど、今どうだろう。あの、表はあります？あ、はい、ちょっと表を出してもらっていいですか？あ、今日の、はい、昨日の分を書いてみて。しっかり出ますね。はい、ちょっと小さいんですけど、サイズが。でも数が小さい方がいいんですよ。あ、そうなんですね。今まですごい大きかったので、ほんと、かえって小さい方がいいんですよね、この子たち。あんまり小ぶりだなって。小ぶりがいいんですね。大きい方が調子悪いですね。今まで結構大きかったんですけど。ああ、フンね。すごい小っちゃいの。ごめんね。こう逃げる元気がすごいある。あ、一回体重を返してください。29。ちょっとよし、はい、ちょっとチェックね。そのあ、でも餌は10、10% ぐらい。あ、よかった。だからでも 10% で29とか28だったら正味の体重だよね。そんなに夜は増えるからさ。そうですね、入るのが。あ、なるほどね。あ、すごい足は、すごい逃げれてますね、しっかり。ちょっと時々あのこけたりしますけど、なんかさ、気持ち左のかなんか強くなってたの気がする。そうです、左だけで、あの、あ、右をしまって寝てたりするので。寝てたりします。ね、なんでかわかんないんですけど。そう、だからこの間最初ってこの子足が全然左が力入らないなんですよね。今月の頭はもうそれはすっかりなんか2、3日で帰って、右の方がちょっと弱いような気がする。はい、右をこうしまって寝てます、今。抗戦照射ください。はい、じゃあちょっと抗戦照射療法、あの、血流を良くする治療をちょっとやらさせてもらいますね。61分ください。はい、はい、すいません。はい、いいよ、スタートしてください。両方当てますね。キリンがいた時ちょっとね、泣くように。今朝水浴びちょっとしましたし、はい、頭飛ぶのはすごい飛んでます、うん、あの、泣くっていうのはすごい目安でね、うん、やっぱり調子よくないと泣けないからさ、うん、あの、ご機嫌に喋ってます。本当、さえずってるってことはいいことですね。ここ2、3日は、うん、素晴らしい。で、まあ、体重はさ、減るのは簡単に減るんだけど、うん、増えるのはなかなか、うん、でも一緒か増えてってくれればまあ多いですよね、うん、はい。外にというか、カゴに移す、これじゃなくてカゴに移すとすごい食べるので、はいはい、なるほど。まあ昼は気温もいいしね。そうです、ね、あの、大きいところに入れてあげたり、あげるたびにちょっと30分ぐらいずつカゴに入れて出したりもしてるんですけど、とまあまあ食べてくれるよ ね。はい、すいません。はい、じゃあですね、よいしょ。はい、じゃあそのボックスに入れてください。で、洗顔して抗戦照射。そうするとね、うん、あの、B の薬ってプレドニゾロンっていうステロイドなんですけど、はい、それの量をほんのちょっと減らしますね、はい、今5ミリの2分の1、2.5 ミリ、あの、1つのボトルに入ってるんですけど、はい、5ミリの、16分の7 っていう微妙な数字なんですけど、はい、それで今飲ましました、はい、飲ませました、はい、で、今日出しますんでね、はい、で、B は朝飲んでる、夜飲んでる、今日朝飲みました。朝飲みました、はい、じゃあ1日あけて、ね、はい、2日に1回でね、はい、はい、じゃあこの用紙はあもないですね。あ、はい、はい、じゃあお薬とそれから観察用紙出しますから、ありがとうございます。観察しながら、あの、ちょっと治療してってもらっていいですか。はい、A の薬は引き続き、 A の薬は変わらないです。1日4回で、はい、はい、はい、じゃあ今ご用意しますね。ちょっと待ちください、片付けてこれ、はい、はい、すみません。はい、ありがとうございます。まあ、これで強めにいいオフィスでも。
ビデオ止まってない。